さあお待たせしました今回も、彫刻師の時間が来たぜ。いえいえ、中国史の時間、じゃない？だと、彫刻史の時間ってなんやねん。説明しよう。彫とは中国の春秋戦国時代の国家で、戦国時代の七大国、七雄の一つで北方に位置していた国だ。中国史じゃねえか。まあ、そうね。今回はこの朝の国で起きた中国軍事史における大転換点、騎兵の導入と、軍事改革を成し遂げた悲劇の名君、武霊王の生涯について語っていくぜ。中華初の騎兵誕生物語、かっこ諸説あり、だぜ。諸説ありってなんなのよ。殷の時代に騎兵が使用されていたのではないか説はある。ちょっと微妙な説なので特に深く掘り下げないが、まあ、仮に殷の時代に騎兵があっても、殷の後の周の時代には騎馬戦術はなく、戦車戦術が春秋戦国時代まで続いているから、中国の歴史上、騎兵が登場して継続的に運用されるようになったのは、趙の武霊王から、ということでいいんじゃないかなぁ、と私は思うところだぜ。ほーん、というわけで、趙の武霊王と騎兵登場物語の始まり始まり、だぜ。この動画は歴史の真実とロマンを追い求める、セプテントリオン人間の提供でお送りします。さて、その趙という国というのは、趙の成り立ちからやるの？うちは中国史をわかりやすく解説するチャンネルだから、簡単にだけど、ちゃんと起こりから話していくぜ。視聴者の皆様、しばしお付き合いくだされぜ。あれ？この地図、趙がなくない？ないぜ。この地図は春秋時代のもので、趙が登場するのは戦国時代だ。春秋時代のこの、秦、が趙、魏、韓という三つの国に分裂して戦国時代が始まるぜ。秦の分裂の詳しい話はこちら、秦魏秦について語っているとは限らない、を、ご覧くだされぜ。さて趙は、戦国時代になって現れた秦侯国だが、そのルーツは、周の牧王に仕えた曹操が長城を与えられたのが始まりだという。ちなみにこの曹操の子孫である氷氏が秦のルーツであるともされている。さて長城を得て長氏と名乗るようになった曹操の子孫は秦に仕え、長豚が秦の宰相となるまでに出世し、一躍秦の名家の一つとなった。秦の名家は6つあり、それらは陸系と呼ばれたが、やがて内紛を起こし、趙、魏、韓の3つの家が生き残って独立したのだぜ。この三秦と呼ばれる国の独立が戦国時代の始まりともされる。さて、こうして漢丹を都とする趙が誕生したわけだが、三秦の中でこの国は北辺に位置していたので、北の異民族、匈奴の侵入に悩まされ続けたのだぜ。そこで領内の北辺には、匈奴の侵入を防ぐために後の万里の長城の一部となる、城壁を築いたのだぜ。このように趙の領土は北に向けて広がっていたが、耕作に適し、生産力のある土地は南部の極地に限られており、大半は不毛の山岳や荒れ地だった。従って他国に比べて国力に乏しい趙だったが、山に閉ざされた地形を利用して、軍事防衛に徹することで大国としての体裁を保つことができたのだぜ。後の時代には優れた軍事家を多く輩出する趙だが、戦国時代の初めは、軍事的な強国とは決して言えない状態だった。さて、武霊王の父宿侯の時代には魏や成との国境にも長城を築き、防備を固め、隣国からの侵略を食い止めようとしたのだぜ。明らかに他国の脅威を恐れている様子が見える。北からは異民族の侵入に恐れ、南は魏や成といった国の侵攻に恐れた。そのような、外敵からの圧迫を強く感じる状況の中で即位したのが、武霊王だったぜ。武霊王は幼くして即位したので、治世の初期は宿侯の時代からの重臣だった。比企が補佐をしたのだぜ。ああ、私わかっちゃったわ。比企って人、王が幼いからって国政を壟断するパターンね。別にそんなことはなかったぜ。むしろ比企は武霊王の改革の一番の賛同者になった。あ、そうなの。そうだぜ。そして武霊王の頃から趙では王侯を名乗ることになった。この頃、他国もまた王侯を称し、趙もその流れに従ったわけだ。ただまあ、
武霊王の治世8年目、前318年、の韓国間の戦いで趙を含む連合軍が秦に敗れた時、王を名乗る資格なし、と武霊王は王を称することをやめてしまったのだぜ。なので実際は武霊王が王を名乗ったのは治世最初の10年に満たない期間だったのだ。ただ、武霊王の子の慶文王が送り名に王号を送ったため、武霊王は武霊王と呼ばれている。さて武霊王の生涯は割と苦難の連続だった。武霊王が幼くして即位した前325年に時を戻そう。趙は当時敵対していた姓に秦王即位の隙をついて攻められたのだぜ。趙軍は西軍に敗られ、趙将は捕らえられた。武霊王は即位早々敗北の挫折を味わったのだぜ。さらに7年後の前318年には韓と魏と組んで秦を攻め、ここでもやはり敗れた。さらにさらにその翌年前317年、またしても姓に敗れ、前316年から前313年までの4年間、秦の侵攻によって三姓方面の土地を奪われた。超弱すぎー。当時は秦と姓が共生を誇っていた時代で、二国の間にある趙はボコボコにされていたわけだ。さらに脅威は東西の大国だけでなく、北方からは遊牧民匈奴が頻繁に趙に侵入し、趙はまさしく危機に瀕していたのだぜ。ちなみにこの時代、同じく北方の国、燕も姓にボコボコにされ、国内は内紛でボロボロになってほぼ滅びかけていた。さて、秦に姓に匈奴にと、対外的脅威に囲まれた武霊王は、趙の謙遜な地理を頼んで引きこもり戦略に舵を切ったのだぜ。引きこもっても情勢は変わらんでしょうよ。いや、武霊王はちゃんとビジョンがあって引きこもり始めたのだぜ。それが抜本的な軍事改革、騎兵の導入、だったのだぜ。さて余談ながら騎馬の風習は、紀元前2000年頃、西アジアのイラン地方に起こり、東アジア方面には、一時期ユーラシア大陸を席巻した遊牧民である、スキタイが伝えたと言われている、スキタイの流れを汲む匈奴はとりわけ騎馬の運用に長けており、遊牧生活に欠かせない乗馬の術と狩猟で鍛えた騎射の技術を戦闘に活用した。匈奴の戦士は自由に馬を借り、自在に騎射を行ったのだぜ。疾走する馬の勢いは凄まじく、それだけで歩兵はかき乱される上に、馬上から矢が飛来してくるとなれば、歩兵に与える恐怖は計り知れなかった。馬を止めさせて接近戦に持ち込まなければ、歩兵の槍や剣は全く用をなさず、歩兵が騎兵に対して取れる有効な戦法はどの戦車であったが、その戦法が確立されるのは、秦漢時代になってからだったのだぜ。つまりこの時代、歩兵は匈奴などの騎兵に対してなす術がなかったのだぜ。騎兵に対抗できるのは騎兵のみである、と武霊王は考え、趙軍に騎兵の導入を決めたのだぜ。武霊王による騎兵導入のエピソードは、呉服騎射の故事として知られている。それはこういう話だったという。ある日武霊王は重臣たちを集めて、呉服騎射の問題を図った。私はこれより戦王上司の後を継いで、異民族の地を開いていこうと思う。私の存命中に成果を見ることはできないかもしれないが、手段を講じて少しでも敵を弱めていけば、後に続く者が無駄な力を使わず、人民に苦労をかけずに戦王の功績を継ぐことができるだろう。天下に名を挙げた者は従来の習わしを無視したという批判を免れず、先見の明のある者は旧兵な者どもの非難を浴びる者だ。私は今、自ら呉服騎射の術を学んで範を示そうと思うが、これは必ず世人の非難を浴びるであろう。一体どうすればよいだろうか。セリフが長い。すると秘儀という重臣が答えた。この秘儀、戦術した若き日の武霊王を補佐した重臣だぜ。そもそも成功も名誉も自信なしには得られない、と言います。すでに従来の慣習を変えようと決断なさったからには、もはや批判には耳を貸す必要はありません。真に国益を考える者は俗論を超越し、大事業を起こそうとする者は凡脈の意見を無視するものです。ためらう必要はありませんぞ、と言って武霊王の背中を押した。秘儀の後押しを得た武霊王は自らの決意を表明した。私は呉服の有利さを確信している、
ただ天下の人々の笑い者にされたくなかっただけだ。しかし、私に従って降伏する者が現れれば、その高揚は計り知れない。天下を挙げて私を嘲笑しようとも、この地と中山を必ず我が地として見せよう。この地というのは、北方の郷土の地のことだ。そして、中山というのはこの中山国のことだぜ。中山国は異民族白敵が建てた国で朝の国内に入り込む形の領域を持つ国家だった。余談ながら中山国は他の諸国のように都市国家からできた国ではなく、遊牧的な要素を持つと言われる異民族白敵が起こした国であるため、文献資料が少なく、歴史上の神秘の王国と呼ばれていた。しかし1970年代から80年代にかけて土壌や王墓が発見され、意外と高い文化水準や、文献資料で言及された遊牧民的な要素である、天幕の支柱などが見つかり、その神秘のベールが剥がされつつある、古代国家なんだぜ。神秘の国家、中山国、いつかは動画にしてみたいものだぜ。ちなみにあの戦国時代を代表する名将、楽器ももともとは中山国の出身だぜ。武霊王はこの中山を潰すことで、朝の国を完全体にし、郷土の地を征服することで騎馬の力を得ようとしたのだぜ。さて、武霊王は古福騎射の導入について重臣秘儀の応援を得たが、秘儀が応援してくれるなら心強いわね。だがほぼ秘儀しか応援してくれなかったのだぜ。秘儀の他にもう一人の重臣が武霊王を支持した他は、みーんな、古福騎射の導入に大反対だったのだぜ。あでゃあ、彼らは、騎射、はまだ許せるとしても、古福、に対して強い抵抗感があったのだぜ。伝統ある中華の服装を捨て、こともあろうになぜ蛮族の服など着なければならないのか、と、古福の導入は誇りある文化を足毛にするような行為だと考えたのだぜ。反対の急先鋒に立ったのが、武霊王の叔父の孔子清だった。彼は古服を着るのがどうしても嫌でその日から参拝しなくなった。叔父がこのようなありさまでは臣下に対して示しがつかないので武霊王は、使者を孔子清に送り、こう伝えた。私は古服を着て朝廷に出ようと思います。つきましては、叔父上にも古服を着用していただきたいのです。家では親の命令に従い、国では君主の命令に従うのは、古今の情報であり、子は親に背かず、臣下は君主に背かないのが、人倫であります。今、服装を変えるように臣下を教育している時に、叔父上がこの方針を無視されるようでは、世間の論議及ぶに違いありません。願わくば叔父上の協力を得て、古服採用の効果が上がることを期待しているのです。これに孔子清は反論し、そもそも我ら中原の国は聡明にして英知ある人間の住むところであり、あらゆる財家の集まるところなのです。また、聖人賢者が教えを広めたところであり、仁義に基づいて人が生活しているところです。また史、書、礼、学が用いられるところであり、優れた人材が育てられるところでもあります。故に東北辺境の国もこれに習おうとし、異民族もこれを手本として尊敬しています。にもかかわらず王は、この中国の文化を捨てて、蛮族の国の服装を採用し、古来の教えを変えて人心に逆らい賢者の意見を無視してまで、中原の世界から離れようとしておられる、何卒ご再考いただきたい。これが当時の朝の政治家の一般的な考え方なのねー。孔子清の返事を受けた武霊王は、自ら向かって説得せねばならない、と判断し、孔子清の邸宅に赴き、朝の存続のためには古服の採用が何としても必要なことを、詳しく説明して説得に当たった、武霊王直々の説得に孔子清もようやく折れ、その翌日、王から貸しされた古服を着用して参拝したという。こうして正式に古服着用の布告が発せられたのだぜ。しかし、重臣たちの中には依然として強く反対する者が多く、古服は何卒お取りやめください。ご情報を守らなければなりませんぞ。と口々に言い立てて命令に従わなかった。その彼らに対しても武霊王は粘り強く説得に当たった。お前たちは口を開けば洗礼洗礼と言うが、
一体、いつの時代の先例に従おうというのか。古の西王もそれぞれ習俗を意味していたし、歴代の帝王君主の礼を踏襲してきたわけではない。ことわざにも書物の知識で馬を扱っても、馬術の実際はわからない。昔のしきたりで今を収めようとしても時勢の変化に追いつかない、というではないか。情報に馴染み旧説を牧手しているようでは、天下に名を上げ今の世で勝ち抜くことなど、到底できないのだ。そのあたりをよく考えるべきである、と説得し、ようやく反対派の重心を納得させたという。こうして、呉服騎射はついに実行に移された。では、どのような手順を追って騎兵は導入されたと考えられているか、続いてそれを見ていこう。武礼王は捕虜とした遊牧民を教官として、訓練を実施したのだろうと考えられている。当時は戦車を引く馬、ガバ、として用いられる馬はたくさんいたが、騎乗用の馬として鳴らす技術も遊牧民の指導によって行われたようだ。それは今まで文明人としての誇りを持っていた中原の民が、これまで侮蔑してきた遊牧民に、頭を下げることを意味しており、そうすることで彼らの習慣を学んだのだぜ。貴族層である重臣たちがこぞって反対したのも頷けるだろう。また、呉服である乗馬の服装も重臣たちには抵抗があった。短い上着に袴といった遊牧民のスタイルを身につけさせるために、武礼王は率先して呉服を身につけた。そうしながら軍事改革は進んでいった。成人を鍛えて騎兵に育てる方法が確立されるまで、想像を超える苦難があっただろうが、武礼王は朝の軍事改革という志を貫徹させ、数年かけて騎兵の軍団を設立させたのだぜ。やったぜ。これが漢民族にとっての初めての騎馬軍団だぜ。この騎馬軍団は他国を恐れさせ、趙が軍事大国として存在感を増すことに一役買っていた。さて、前300年前後、軍事力の充実を果たし、武礼王はついに中山国の討伐に乗り出したのだぜ。前308年、武礼王は中山国に侵攻した。武礼王はこの時、鍛え上げた騎兵を投入したものと考えられる。この侵攻は3年連続で行われ、いずれも趙の勝利に終わり、中山国は一気に滅亡の危機に瀕することとなった。さらに前300年にも武礼王は中山国を攻め、中山王はたまらず国を捨てて、征に逃亡したのだぜ。武礼王は中山軍を破るたびに、趙はもはや以前のような弱小国ではなく、秦や征といった強国に対抗できる軍事大国に成長した、と確信したのだぜ。そこで武礼王は、長年続けていた引きこもり政策を改め、積極的な外交政策へと転換したのだぜ。積極的な外交政策って具体的には何？中山国平穏のために、秦や征に横槍を入れられないようにする外交政策だぜ。武礼王は忠臣を秦と宋に送り込み、趙秦宋で同盟を組むことを画策した。これにより秦と征を切り離し、征を牽制しようとしたのだぜ。果たして武礼王の狙い通り、秦と征の関係は急速に冷えていった。このあたりの秦と征のギクシャクの中には、毛昌君の物語もありそれはそれで面白いのだが、今回は割愛だぜ。さて秦と征の軍団はやがて戦に発展し、秦と征魏韓の連合軍との戦いが行われた。だが武礼王はこの中原の覇権争いに参加せず、あくまで中山国攻めにこだわった。そうよね、武礼王はこの中原の混乱を待っていたものね。そうだ、これで趙の中山国攻めの邪魔をできる国はなくなった。武礼王は鍛え上げた騎兵を筆頭に総勢20万の軍を自ら率いて、中山国の都霊樹へ向かったのだぜ。明らかに中山国を滅ぼすことを目的とした大軍勢だ。果たして中山国は武礼王の攻撃をしのぐことができたのか、できなかった。はやあ、中山国は趙軍の猛攻を受け都は陥落、中山王は虜となった。前296年、趙を苦しめ続けた中山国はついに滅びた。これにより歪な形をしていた趙の国土は一つの塊となり、完全体となったのだぜ。やったー。ついに趙がめちゃ強モードに入るのね。入るぜ。
武霊王は中山国攻略の一方で遊牧民を領土から駆逐し、同時に長城を建設し、北方の地域に安定をもたらした。武霊王が即位した頃は他国の侵略に怯えていた趙は、彼一代で他国を脅かす強国となったのだぜ。趙を一躍強国の座に導いた武霊王の手腕や先見性はすごいわねえ。そうだぜ。しかし武霊王が優れていたのは軍事だけじゃないぜ。先ほど、忠臣を秦や宋に送り込んで秦と西を分断した話をしたが、武霊王は外交でも類稀な能力を発揮したのだぜ。中山国併合に前後して、武霊王は縁を再興させていた。この動画の最初の方、6分半くらいのところ、で縁が西にボコボコにされたことは話したが、ちょっと詳しく話すと、縁は西と中山の連合軍に敗れて、国家自体が占領されてしまっていたのだぜ。縁は西に占領されて数年間にわたり激しく収奪され、縁では西軍に対する縁差の声で溢れたという。この様子を知った武霊王は今こそ縁を再興する時である、と判断した。武霊王親切。西を牽制するためにも、趙には縁が必要だったんだぜ。武霊王は漢に亡命していた孔子職、遺説あり、を支援して縁に送り込んだ。これが多彩な人材を招いて縁の全盛期を築いた名君、昭王だ。縁は西に従属することを条件とされながら復興した。従属していたとはいえ、縁の西への恨みは深く、その後復讐を遂げることとなるが、これはまた別の話なので今回は割愛。とにかく西に恨みを持つ縁の復興で、趙としては東方のパワーバランスを調整することができた。さて、武霊王は軍事や外交で大活躍し、戦国時代中期の君主の中でも、ずば抜けて有能な君主と言える存在だった。だがしかしその晩年は、不吉なこと言い出した。まあ聞いてくれぜ。武霊王といえば悲劇的な最後だが、その最後に至る道のりの中でも武霊王の非凡さを語ることができる。呉服騎射を採用し趙軍の軍事改革を成功させた武霊王はその後、前299年、生前退位して息子の蟹王位を譲った。これが慶文王だ。以後武霊王は自らを、主保と称し古福祉的騎馬軍団を率いて、しばしば北方に軍を動かして趙の勢力圏の拡大を図った。武霊王こと主保と慶文王の二党体制は、趙の軍事と政治を二人で分けて統治した。と解釈されることが多いが、研究者によっては、この地を統治する武霊王と中原の地を統治する慶文王、すなわち趙がこと中原の、二つの異なる文化の地域を治める二重王国を目指していたのではないかと語られる。武霊王は自らが遊牧民の覇者となり、その強大な軍事力で中原を睨むことを考えていたのではないか、と見ると、いかに武霊王が壮大なビジョンを描いていたかがわかる。しかし、遊牧民と中原のハイブリッド国家構想はあまりに先進的すぎた。さて、物語的に話が展開される式における武霊王の後継者問題について話していこう。武霊王はもともと、趙氏の将という人物を太子に立てていた。しかし、やがて趙愛する側室の子を太子に変えた。これが賈慶文王、だ。だが、武霊王はその側室が世を去ると、賈に対する愛情も以前ほどではなくなり、次第に太子を廃された将を憐れむようになった。そこで将をひとまず安陽君に封じ、ゆくゆくは趙の国を二分して大趙の北方の拠点、の地を与え、そこの王位につけるつもりだった。そんなある日、武霊王は慶文王と連れ立って砂丘に遊び、別々の離宮に宿泊した。かねてから弟である慶文王が王位についたことが不満だった将は、この機を捕らえて反乱の兵を挙げ、慶文王の離宮を包囲した。だが攻略に手間取るうちに都から孔子生らの救援軍が駆けつけ、一戦して将の反乱軍を破った。敗れた将は武霊王の離宮に逃げ込んだ。孔子生らは今度は武霊王の離宮を包囲して将を殺害した。その上彼らは、もし今包囲を解いたら、我らが主保に誅殺されてしまう。と武霊王の宮殿の包囲を続行し、武霊王を宮殿に閉じ込めた。武霊王は脱出を許されず、やがて食料が月3ヶ月余りで餓死したのだぜ。
包囲の末期には、ブレイ王は屋根に登って鳥の雛を食すほどに飢えていたという。ブレイ王の死は1295年のことだ。一代の英傑にしてはあまりにも惨めな最後だった。この後の趙は孔子政が趙の宰相となって慶文王を補佐し、しばらくの間はブレイ王が築いた遺産を生かして強国としての地位を維持していくのだぜ。といった具合に式を元にしてブレイ王の最後を見てきたが、司馬遷はブレイ王について後継者を逡巡したことで餓死する羽目になった。彼は天下の物笑いとなった、と酷評している。だが、ブレイ王が悲惨な末路をたどった原因は単純な後継者問題ではない、と私は考える。確かに後継者問題が引き金ではあるが、呉服騎射からさらに進み、こと中原の二重王国を二党体制で統治するという、ブレイ王の革新的すぎる国家構想への潜在的な反対者が増えすぎたことが、ブレイ王の孤立を生み、彼を死に至らしめたのではないだろうか。ちなみにこの砂丘の政変では、ブレイ王の重臣ヒギも殺害されている。ヒギ？さてブレイ王は中国初の騎兵の導入という軍事史における不滅の功績を挙げた。革新的政策で一代で趙の強国化を成功させ、外交的な手腕も優れていた。だが彼は合理的で革新的すぎたがゆえに滅んだのではないだろうか。子によりすぎたことで中原の文化にアイデンティティを持つ人々の反発は生んだだろう。彼の選択は軍事力の強化としては正しかったが、人心を滑るものとしては正しくなかったのかもしれない。私はブレイ王の改革の完成形をぜひ見てみたかったんだけどなぁ。さて、最後にブレイ王のエピソードを一つ話して終わりにするぜ。ブレイ王は中原の最強国、秦に使者を送ったことがあった。秦の少女王はブレイ王から送られた趙からの使者の中に異様な威圧感を持った人物がいることに気づいた。少女王はなんとなくその人物のことが気になり、左右の者にその使者を調べるように命じたのだぜ。すると驚くべきことにその人物こそブレイ王その人だったのだ。ブレイ王は使者のふりをして、秦の偵察にやってきたのだぜ。少女王は急ぎその使者を追わせたが、彼はすでに国境を越えた後だった。ブレイ王はこのように自ら他国に乗り込んで偵察をするような、大胆不敵で、誠に英雄然とした人物だったのだ。といったところで趙のブレイ王の話はここまでにするぜ。今回の話はどうだっただろうか。死に方が悲惨。まあ確かに、餓死っつうのはなかなか一国の君主として悲惨な死に方だよなぁ。まあそこは残念だけど牙の導入はかなりの異様だと思う。個人的には中国史を代表する100人に入れても良いくらいだ。そういう歴史上重要な人物を紹介できたので、僕満足。というわけで今回もご視聴ありがとうございましたぜ。コメント、グッドボタン、チャンネル登録もありがたし、よかったらツイッターもフォローしてねー。ではまた中国史の時間に会おう。書き食べたい。終わり。